今回ご紹介するのは JR 西日本の天王寺駅です。天王寺駅は大阪府大阪市天王寺区秘伝院町および阿倍野区阿倍野筋1丁目にあり、1889年、明治22年5月14日に初代の大阪鉄道の駅として開業しました。当駅は大阪市南部のターミナル駅として、難波とともに大阪の南玄関としての機能を二分する役割を持っています。阿鼻子筋を挟んで近鉄南大阪線の起点駅である大阪阿倍野橋駅と隣接しており、駅周辺の繁華街は二大繁華街の北や南に次ぐ規模を誇っています。2014年には阿倍野橋駅直上に当時日本一の高さを誇った近鉄グループの超高層ビル阿倍野ハルカスがオープンしたことで、以前にも増してにぎわいを見せています。駅の駅名は東成郡天王寺村に最初に開業した駅であることによります。なお天王寺は当駅北方に所在する四天王寺の点火による地名で、天王寺という寺院は存在しません。ちなみに四天王寺へは大阪メトロ谷町線の四天王寺前夕日が丘駅が最寄り駅です。当駅に乗り入れている路線は関西本線、大阪環状線、阪和線の3路線です。このうち関西本線が当駅の所属線であり、大和路線の愛称設定区間にも含まれています。当駅は上町台地上に位置する地上部と、それを東西に貫通する堀割部の2層構造になっています。地上部に阪和線ホームと中央コンコースがあり、堀割部に大阪環状線、関西本線、大和路線のホームがあります。かつて阪和電気鉄道が使っていた阪和線のホームである1から9番乗り場と、かつて関西鉄道が使っていた関西本線、大和路線、大阪環状線のホームである11から18番乗り場とで、構造的にも実務的にも分かれています。
JR 天王寺駅は2002年の第3回近畿の駅100選に選定されています。The train stopping at track 11 is the local train bound for Tsuruhashi and Kyobashi.お待たせいたしました。6時53分発、環状線内回り、鶴橋、京橋、大阪方面に行き、まもなく発車いたします。江戸が出ますと、次は寺田町に止まります。JR 西日本をご利用くださいましてありがとうございます。この電車は環状線内回り鶴橋、京橋、大阪方面行きです。 This is the Osaka Loop Line train to 鶴橋、京橋 and 大阪。 まもなく寺田町、寺田町に着きます。お出口は左側です。
We will soon be arriving at Teradacho. Station number 002. The doors on the left side will open.今回はご視聴ありがとうございました。またのお越しをお待ちしています。